の最高が好き。勝手に親みたいな気持ち。え、もうドラマに頼ってた。何？お願いします。だって見たことあるもん、私 UFO。 え、人間なんかどうせ善人じゃないんだから。あー、オッケーオッケー、いいよ松崎、いいとこ出てるよ、いいとこ出てるよ。メインテーマですか。ドーナツある。はい、え、食べたいでしょ。食べたい、また行った。あーあげない、あーあげない、あげない。めんどくさい先輩になっちゃう。もうオープニング取り、これから全然。さつきお茶飲む。何がいい、飲みたい、なんかお水もあるけど、お水、お茶、コーヒー、常温の水派。あ、常温の水、あ、普通の冷たいお水飲みたいな。あ、冷えてないよ。あ、冷えてない、ごめん。お茶ならある。冷たいお茶でいい。冷たいお茶なら、冷たいお茶なら、あ、冷たいお茶ならある。やばい、こういうところを取っときたいよね。今回ってないですね、これ。入ってるってことですか。入ってるわ。よっしゃ。あ、入ってたって。勝野が今、あの、ちょっと、使いっぱしりしたところが、これでやったーって喜んで使われてなかったの。ありがとう。ありがとう。コモン、ありがとう。コモン。もう新入部員をこき使って。知ってた。アルコールだけど、今日初登場。真夏のシンデレラガチ考察して。そう。当てに行く。当てに行く。何さ、アルファって言いたくなっちゃう。あれ、アルファの声って違う話だっけ。ちゃうねん。あ、ちゃうねん。え、何かの声やってます。え、私は、夕方の24みたいな。あ、それだ、あれか、行ったの。取材センター。あれ、本当に英語喋れないのになぜか私に依頼してさ、ずーっとなんかその、帰国子女みたいな人がなんか、え、杉浦さん、ちょっと言い方違います。誰かやってよ。もうこんな感じで始めていこうかな。行きますか。はい、今日も本当にざっくり、そう、今の多分喋ってたのも素材としてあるから、行けたらとかで、行けたら、はい、全然水汲みに行ってくれた。そう、あの使い、ありがとう。ありがとう言った。言いました、ありがとう。言わされてる。絶対使おう今の。なんか幼稚園の時とか言われるよね、ありがとうてってみたいな。ありがとうって。ごめんねとか。え、じゃあごめんね。あった。絶対そのごめんね。ごめんね。全ごめんね。じゃ一番言ってたのは絶対杉原さんですよ。ああ、うるさいぞ。ごめんね。心のないごめんね。ごめんねじゃないの。ごめんね。ごめんねなのよ。なんでですかね。何なんだろう、あの言い方。多分地方関係なくそうなりますもんね。そう。ごめんね。言ったよ。ごめんね。今でも言ってます。上手でしょ。堀池さんに言ってません。あ、堀池ね。杉原さん、また俺のとこに荷物置かないでください。ごめんね。聞いたことある。これよく言ってるわ。聞いたことある。確かに。それが、え、ごめんねー出てる、いつも。それ聞いたことある。え、ごめんねー。それを今出せるのすごいですね。それされた時は心こもってないと思っていいんですか。そういうことだよ。あ、ネタバレ。うん、めっちゃ込めてる。え、込めてる時、込めてる時バージョンちょうだい。え、ほんとごめんね。ほんとごめん。ごめんね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 。引っ張られてる。ごめんね、引っ張られてる。そんなんじゃ役者になれないぞ。あー、私ちょっと女優デビュー果たしたいっていう夢があるんで。ここで。村瀬さん、聞いてます。村瀬さん。待って、いきなりそこに出会う。私でも今回ちょっと、ちょっと、事案あるからな。うしししししし。あれ、え、喋っていいのかな。え、これもう回ってますもんね。もう回ってます。もうしれっとあの、うん、え、部会が始まってます、はい、これ。ドラマ部イエーイ。ダラダラと始まったけど大丈夫。いや、なんかさ、やっぱ初心に帰ろうよって。そうですね、こんな感じでしたもんね。ダラダラってして、お菓子前にして。え、確かにお腹空いたんだよな。食べますか。一回決めよう、これね。ドーナツじゃんけん。ドーナツじゃんけんから始めよう。え、私もう決めてるんだ。秋限定のやつ。秋限定のやつ。お芋くり。お芋か。あ、そう、ど、あ、ど、え、どっちどっちどっち。え、まあ私はもう一択。あ、これ、あー、ちょっと待って。今日の気分でいいね。いや、確実に食べたいの食べたい。はい、行きましょう。い、行くよ。うん。いっせーので。うわー、よっしゃ、ゲット。いや、絶対いちごポンデ。あ、そう、いちごポンデですよね。いちごポンデ、いちごポンデ。あ、じゃあもう、あ、すいません、じゃあ私と松崎お待ちします。絶対いちごポンデ。戦略的に食べたいのからいっちゃいます。じゃあちょっともう手でこれいる。一緒に使う。それいいよね、悩んだのよ。そうなんですよ、間違いなくおいしい。ありがとうございます。てかさ、一回さ、まやちゃんとさ、ご飯食べた時もさしましたよね。せーのして同じやつ。一緒だ、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 一緒だ。なんかたまにご飯食べて帰ろうとかあるんだけど、でもなんか大体同じの株。でもそこ牽制せずにちゃんとまっすぐ行ったんですね。じゃんけんしよう。せーの、ね、最初はグッじゃんけんポン。やったー。え、じゃあさ、二人さ、二人せーのでやりなよ。
あ、え、ちょっと悩み、悩みですか。こうなってくると難しいんですよね、結構。そうなんです。ここ大事ですよね。これを選ぶタイプの人間が次何選ぶか。わかるー。あー、予想したい。じゃあ行く？はい。せーの。おわでもなかったじゃん。やっぱみんな寝ますよね。ポンデはポンデなんだ。もちもち。え、でも多分これもちもちしないですよね。え、するよ。すげえ。するでしょ。するんだよ。この形なの。あ、じゃあこっちがいい。あ、そう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 。もう一回食べる。もうもう。これは。あ、こっち。こっちはもちもちするのかな。あ、いや、もちもちしますよ。それはね、しっとり系。あ、しっとり系かも。これ、アルコールティッシュ。あ、これもあるよ。いただいていいですか。ありがとうございます。じゃあいただきますよ。いただきましょう。じゃあもうなんかこの感じでドラマ見たくないですか。あ、え、じゃあさ、食べながらあれ見よう。知ってる？マヤが潜入したやつ。マヤ、ね、あ、見たい。マヤの潜入。初インタビューだもんね。ねえ、羨ましいんだけど。インタビューこれはいいな。じゃあいただきます。え、見えるこれ。見える？あ、いいな。潜入いいんだ。いただきました。食べながら一緒に行きました。おいただきます。かわいい。ワンガン？ワンガンです。ワンガン、うん、かわいい。漫画って緊張しない？緊張しました。2回目です。あ、え、あのアナウンサー特番以来。以来。なるほどね。よりによって2回とも。2回ともでかい。山がでかい。緊張。撮影現場に潜入ですってよ。新宿野戦病院。やっぱさ、心なしかテロップもやっぱ気合い入ってるよね。うん、確かに。堀恵子さんすごいよね。すごい。デーレーおもれんな。デーレーおもれんだ。デーレーおもれんや。え、これ見てる？新宿野戦。見てます。見てます。この最新話は見ました。あ、見たの？はい。え、パリ行ってたじゃん。いや、パリ行ってる間は見れなかったんですけど、帰ってきて、うん、ちょっと一息ついて、うん、でももうドラマが最終盤とかにみんななってて、うんうんうん、めっちゃ見る時間はないなってなって、今だからもう最新話から。でもこれ結構楽しめるじゃないですか、うんうんうん、だから新宿野戦病院、いやこの前のやつ見ました。学校ならもう全部見てくれ。そうですか、うん。SOD で配信中。 SOD、 いや、そうですね、僕入ってる。うわっ、うわー、すごい、すごいね、このとこまで行けるの。ドラマの僕、とこ行ったことない、まだこのセットとか。顧問なのに、顧問なのに、顧問なのか。うわー、すごい。やっぱ広いよ。なんか、思ったよりキュッとしてるんですけど、とにかく天井が高いんですよ。ああ、マッサージ用の高さ、はい、それに驚きました。なんかさ、マヤってさ、ちょっと小池栄子さんに似てない？目のパッチリ具合とか、うん、なんかキリッとしてる顔立ち、うん、あ、これ結構最新のさ、輪じゃない？あ、そうなんです。本当だ、ついたてがある、うん、見てる、出ます。あれ？ルミネウイルス、ルミネウイルス見てないのか、まだ、うん、ちょっと私もすみません、ルミネウイルス追いかけられない20みたいなやつ、全部は追いかけられない。ちょっとでもさ、ドラマ本当多すぎてさ、見切れないよね。豊作すぎます。てかやっぱ昔より増えてません、全体も。増えてる。全体量がまず増えてるんですよ。え、すずちゃん、今何見てる？この新宿野戦病院と、うん、海の始まり、うん、ビリスク、うん、ビリスクって略すの？ビリスク、ビリスクです。と、あとなんだっけ、何がありましたっけ、あの子の、あの子の、あ、それまだ追いつけてないんですよ。マウンテンドクター、ギークス見ました。結構見てんな。結構見てます。めっちゃ見てるね。パリ終わってから一気見タイプです。あ、一日一ドラマガッて見て。わかる、うん、なんかちょっと進んでからがさ、見たい、わーって見られる。そうなんですよ。あ、違うよ。え、演技この子、ここにいたの、待って、この場見たよ。このシーン見た見た。なんか無音で見るのもいいっすね。ね、確かに。テロップでいけるかもね。うわー、すごい。あー、うわー、ねえ、私さ、大好きなの、小池栄子さんと中野太賀さん。この距離で会ったの。これは羨ましい。超緊張しました。いいなぁ。やだとか言ってさ、私さ、ドラマライブの司会したわ。すごいメンバーでしたね、あれ。でもこの距離じゃなかった。まあまあ、ちょっと距離がありましたね。もうすごくフランクに話してくださるんですよ。やこれはさ、撮影終わりだ。撮影の本当に合間を縫っていただいて。ねえねえ、そういうところがすっごい素敵。多分普段だったらセリフを確認したりする時間に特別にお時間をいただいて。あれもこの日ついてくればよかったな。なんか毛穴の奥まで見たいよね。なかったです、毛穴なんて。もうなんかさ、やっぱインタビューしてるとさ、もう頭いっぱいいっぱいじゃん。そうついてって、そう。もうちょっと、ちょっと思考して、なんのプレッシャーもないから。ポジションが一番得意。肌強い、すごいね。
食べていいですか。どうぞ。高級なんですかそれ。そう、もうこれはね、大阪とかでしょ、なんて言えばいい、高級棒状スナック菓子。いただきます。高級スティック菓子。うわうま。どうバカうま。めっちゃ美味しい。何味ですか。え、これ何味ですか。え、バター。バターとイチゴかな。あ、ラズベリー。いただきます。ちょっと酸っぱい。本当にさ、アナウンス室って結構差し入れ多いじゃない。美味しい。編成部、今編成部にいるんですけど、編成部ってもう鬼のような差し入れがあって、なんか食べるもの困ったら来て食べるの困ったら来ますわ。本当にたまに横流ししてくださいよ、こっちに。え、待って、ちょっと私のさ、おすすめおせんべい持ってきていい。持ってきてもらった。え、これ、なんか俺持ってくればよかった。確かにしょっぱいの欲しいタイミング、ありがとうございます。え、本当になんかさ、YouTube 撮影してんだから。ごめんなさい。はい、よめっちゃ美味しいんで、ちょっと一人一枚。やった。辛いのダメな人。全部食べたいです。ありがとうございます。はい。ここが見どころなの、ね、私的見どころです。うん、え？ん？優しかったんです、すごく。え、ハグしてもらって。やだ、いいね。ずるいんだけど。待って待って、ちょっと、あの、ここポイントだよ。あの、ちゃんとまやちゃんの手のひら見て。え、もしかして今ね、9分3秒ぐらいね。もしかして、はい、あれ、なんか何か書いてあるね。何か書いてある。何書いてあるの。何て書いてあるんですか。カンペですね。なんて書いてある。なんかトロって書いてある。質問内容を本当に一文字にまとめて。一文字。一文字。そこでわかるの。一文字にまとめて。そんな QR コードみたいなのとか。三つ書いてるんです。分かんなくなったら嫌だもんね。三文字書いてあります。あ、そういうこと。キーワードを。ね、優しい。優しい。え、小池栄子さんエピソードで言えば、うん、小池栄子さんって本当に覚えてくださるんですよ。ドッキリ人のことか。で、一回、え、どこだったかな、代官山のカフェかどっかで、うん、ちょうど偶然カフェ一緒になって、うん、そしたら、杉原さんって、名前言ってくださった。で、私はさ、もちろんわかるけど、うん、え、本当にね、その時ね、2年目とか3年目だったんですけど、覚えてくださってて、すごい。いや、もうこういうところが本当人の魅力というか、あ、引き込まれるっていうか、そうですね、もう一気にやっぱ大好きになることなんだなってなんか思って、私もちゃんと人の名前覚えようってやっぱ思った。いや、そうっす。街の中で気づかなくないですか。あーって思うよね。あー、あー、あー、無事ってね、のぐらいでね。アナウンサーさんですよねってことはよく、はいはい、まあ、言われることはある。それでも十分ありがたいのに。そう、小池子さん名前呼んでくださった時にちょっとびっくりした。優しい。お疲れ。でもマヤインタビュー、うん、楽しかったです。初インタビュー、いい思いをさせていただきました。これで晴れてドラマ部員です。ドラマ部員ありがとうございます。新入部員ですよ。確かに好きなんだね。好きです。何見てんのマヤは今は。海の始まり、うん、あと新宿野戦病院、うん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 、あとあの子の子供、うんうんうん、あの子の子供。ビリオンスクールは内容はわかります。内容はわかる。あ、回収早々とかやってた。そうですよ。そういうことか。わかるわかる。回収早々結構わかるもんね。結構わかる。結構わかる。結構ネタバレ。ミックスも内容わかります。あ、めっちゃやってるね。めっちゃやってるね。ミックス一番内容わかったらつまんなくなっちゃいますね。いや、バレちゃう。それで言うとさ、あのラインナップ告知やってるじゃん。今夜のシステムこちら。あれさ、結構前に撮るから。そうなんですよ。あ、私は、海の始まりとあの子の子供はしっかり見てて。あの子の子供めっちゃいいって。でも噂で、ね、え、泣ける系ですか。あの子の子供は、うーん、泣けるというか、うーん、考えさせられる。うん、泣くというよりかは感慨深い。なんか私本当に、まあ、高校生で妊娠してっていう話なんですけど、うん、まあ、実際に私中学の友達でいるんですよ。へー、高校の時に、はい、14歳の母が本当にいて、リアル14歳の母がいるから、なんかまあ
葛藤とか見てないじゃないですか、その時の、うん、当時は。でもそれがやっぱ描かれてるから、うん、高校生その、まあ、学生という立場で子供を授かったっていう人生を描いてると、なんかそことリンクして私もなんか考えさせられるし、うん、やっぱいろんな人生があるっていう深いドラマではある。しっかり見てます。しっかりの、あの子の子供、いやこれは本当しっかり見ないとダメだよね。高校生ながらにして、うん、その大きな問題にちゃんと向き合っていく姿、うんうん、にそうなんか勝手に親みたいな気持ちになる。もう早くない？すごい、めちゃめちゃ感情移入できる。早くない？早い。母と父なんですよ、高校生でも。あ、ちゃんと今の自分とよりもなんかすごい大人に見えます、うん、その2人が。あと映像が綺麗。わかる、わかる。カンテレさんそういうのうまいよね。カンテレさん上手。カンテレさん、系列のカンテレさん。あれ、あの子の子のカンテレさんでしたっけ。カンテレさん、カンテレさん、ね、え、待って、ちょっとさ、前のクルーだけどさ、アンメット見てた？アンメットはちょっと見た。アンメットは本当に全部見て。あれでもいいって言いますよね。いい。アンメット。もうなんか映像もいいんだけど、なんかさらに演技すごいいいですよね。いやーもう。もうなんか、あれはなんか夜見始めて、一気見して朝4時くらいなんですよ。わー。眠れない。しかも全部なんか号泣最後。でもなんかドラマってなんだろう、今だから見てないものも私結構あるんですけど、うん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 、コンクールやっぱ全部配信されて、うん、そのなんかもう一気に見ちゃいたくなる、その次 また来週っていうのが辛い。でも一番早く見られるんだよ、地上波放送が。いや、この世で。あ、でも新宿ラスは先行配信してましたけど。先行配信してる。でもなんかさ、もうない生活がなんか中毒になってくるんだよね。最初1、2話でも好きになってると、もうなんか配信待ってらんない。あ、え、終わった時のロスやばくないですか。やばい、本当に。え、次の目標、今のやってるドラマが、そう、終わった時のロス。でもなんかそのロスがあるから、次のクール最初ちょっと車に構えて見ちゃうんですよ。あのドラマ超えられるかなみたいな。やっぱ顧問は違う。顧問は違うよ、やっぱり。でもなんだかんだ2話ぐらい見るともうどっぷりになってるんですけど、最初の1話はこの前のクールのこのロスを引きずってるから、あんたあいつ超えられんのかよみたいな、面白いんかなみたいな感じで見ちゃうんですよね。でもさ、マイクール難関だよね。マイクール難関、なんかハマるんだよね。なんか元恋人を忘れられない感じがなんか匂ってきて、匂ってきました。やっぱコモはね、コモ違いめっちゃ引きずるタイプ。引きずるタイプかも。うわー、引きずるタイプだって。そうなんだ。いや、やっぱドラマのそこドラマでわかる。コモ、いつコモだったんですか。あ、今回です。僕今日だからドラマ部のこの宴会に参加するの初めてなんです。宴会だね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 。部会、部活、部会、部活。これが宴会だ。そう、宴だ。確かに。いや、だってあのアンケートで前ね出てもらったのを我々読んでちょっと引いてるっていうのがあったんですけど、だってこの YouTube のこの画面がスクロールされるんですよ。演奏量が多すぎて。そう、あのね、考察が気持ち悪いぐらいすごいのよ。あれだ、去年の夏クールですよね、ちょうど。真夏のシンデレラ。考察タイプなんですか？僕結構考察タイプで、うん、だからなんだろうな、恋愛ドラマとかも好きだし、うん、その推理系も結構好きなんですけど。じゃあ全員見てるのって海の始まりですか？あ、見てる。海の始まりは僕、ごめんなさい、ちょっと見てた。あ、先生、ちょっと先生、コンクール何も見てないですよ。あ、パリに。もうパリ行って、ね、全部スポーンって投げちゃって。え、先生と海の始まり語りたかったです。考察の違いありますよね。1話で止まってます。あ、でも分かんない、ここの情報だけで先生はもう全然いけちゃう。いけちゃいますよ。まずね、まずあの最初の1話ぐらいの話しよう。海の始まりの、ね、え、海の始まりって結局そもそも今は、うん、今どうなってるか。今日何曜日。え、ここ別に今日の撮影。あ、今日放送だ。今日放送だ。え、今言っていいけど。今何話ってか。今ね、8話。あ、今日も10話だよ。え、今日も10話。え、止まってる。え、時止まってる。先週分がまあ、でも先週は見てます。8話やって、あの、1回特別編入って9話やって今日10話です。え、ちょ、本当に、もういいですかね、ダバレして。はいはい、どうぞ。あの、先週のやつ。え、有村架純さんが、母にならないって言って、あー。別れたの。えー。ねえ、本当に無理。
なんだけど。え、だって一回、そもそも、もうまずあの相関図を教えてあげて。相関図はなんか分かってるんですけど、一話見たから。うん、じゃあ目黒蓮さんと、で、母親になるって一回なったんですか、その有村架純さん。なりたいって言ってたの。最初前向きだったんだよね。なりたい欲だった。自分もお母さんに憧れがあってみたいな。だって血は繋がってないけど、やゆみちゃんとかって言ったらさ、可愛いなってなってさ、まんざらでもない感じだったね。うみちゃん何が好きかなみたいなことを言ってて、そうなのに前回別れた、母になれないって言って。それなんかあったんですか。いや、やっぱり辛いんでしょうね、その向き合い方が。その元カノを想起させてしまうからってことですか。徐々にみたいな感じですよね。感じてきたっていう。弥生さん自身も自分の気持ちにこうちゃんとこう形付けをできないまま、モヤモヤみたいな時間が長かったですよ、多分。なんかモヤモヤするみたいな。ただもう自分の一番幸せになる結果を取ったら母にならない。だって。ええー。いやでもあれすっごい考えるよね。考える。え、でももともと僕1話の1話までしか見てないですけど、はい、なんかこう年下が好きでみたいなキャラでしたよね。ああ、年下が好きで、そうね、まあ面倒見いい感じだよね。自分の方がこう面倒見るみたいな。そうそうそう、うん、いや過去の恋愛を見てほしいのよ。あそこまで描かれてる。なんであんな感じになったかっていうのが大事ですよね。そうなんだ。なんで最初この二人付き合ってたんだろうとは思ってた。いや正直そう思いました、私ちょっとタイプ違いますね、なんかそう、夏くん、全然違う。夏くんのどこがいいんだろう。いやそう、じゃよみさん夏くんでいいのって思っちゃいますね。結構バリキャリな感じなのかな、ちゃんがね。でもバリキャリな人ってやっぱああいう人がいいのかな。夏くん自分が支えるみたいな。そう、あどうだ、バリキャリじゃないからわかんないっす。私もバリキャリではない。向こうにしっかり行く。 TV アナウンサーはバリキャリではない。ゆるふわ系。めちゃめちゃ可愛く言いましたね。めっちゃ可愛く言いましたね。だからね、すごいよ、いいよ、海の始まりね。今日何、今日10話ですよね。今日10話で9話で別れようみたいな、を言ったってこと。別れた、先週も別れた。先週別れた。先週の話数が分かんないけど、10話先週9、先週9なんだったら9話で別れた。で、納得したんですか。せざるを得ない、せざるを得ない別れ方して。せざるを得ないけどさ、二人とも泣いてんの、大号泣。ね、ま、あれがもう私は、戻ると思う人。はーい。え、ね、戻ると思うよね。戻る。え、なんで、え、あのままかな。ここでだってフェードアウトする。弥生さんの意思は硬いですよ。なんか、いや、硬いよ。え、自分に置き換えた時にそれができますか。できない。いやでもさ、ちょっとよくわかんない、もうなんかドラマとして、なんかドラマとして、だってダブル主演じゃん、くっつかない未来ってあんのかな。いやいや、そういう大人なんだよ。それ目指してんじゃん、めちゃめちゃ。その見方、その見方。え、勝野先生どう思いますか。僕はでも、あ、正直ですよ、僕もでも目指して結構しちゃって、過去のドラマのそのなんだろう、話のストーリー的に。そうでしょ。まあ多分戻るんだろうな。でもですよ、前回のあのサイレントみたいな、こうなんかこうちょっと違うじゃないですか、今まで。そうね、あの一緒に暮らさなくてもみたいな、なんかあとはちゃんと言い切らないみたいな、ね、あ、そうなんか今時な感じっていうのか分かんないですけど、落としどころがね。そう数野先生、私もそう思います。だからちょっと乗っかった。数野先生分かる。より戻さないけど、でど一緒にはいるんだよねとか、まあ、そう。より戻す人っていう。いやはっきり言いましたよ。ちょっと。よくないよ。顧問がそう言ったからね。方向転換。内心取ろうったってなんだよ。ね、でも、だからその、よりを戻す、戻さないの二択じゃないと思うんですよ。あー。そう。勝野先生、わかります。わかる。わかるなー。でも、ちょっとすごいわかる、そこは。うん、それが、まあ、そうじゃない？ある意味で、最近のドラマの結構。潮流というか、生方先生のね。先生の、なるほどね、作風でもあるし、はい、でもそのなんかそのまあ曖昧っていう言い方が合ってるか分かんないですけど、うん、でもそこが結構我々世代というか今の世代的に結構共感できるところがあるのかなっていう、だからこそこうまあ流行るというか、うん、みんな面白いって言って見れるのかなっていうのがあるんで、多分昔だったらもう二択だと思うんですよ。もう完全に別れるか、うん、もうわーってこうなるかみたいな、ならない、どっちにもならない。うわ、パリ行ってもやっぱ衰えてないですね。パリジェンヌとかの感覚とか出してきた。だから多分考察すべきは、うん、もうそこじゃなくて、うん、その次で、じゃあどこに
落としどころ作ってくるかってところだと思うんですよね。ああ、ですよね。すごい1話しか見てない人の発言と思いますね。すごいこれが顧問の力だよ。びっくりしたんだけど。これをね、あのいわゆるウェブのアンケートのあの狭い画面にバーって書いてくるの。びっくりしますよね。びっくりした。やっぱ顧問は顧問たるゆえんがあるもん。うん、そう。ちなみに海の始まりちょっと出てます。ええどこどこ？名前え出てます。えもう流れてます？はい、えもう2話出ました。2話、そんなに、はい、ちょっと下がって、え1話出てました？あ1話出てないです。声だけですか？はい、7、8出てます。え8も、えてか2話連続出てる。すいません、もう毎週毎週7、8なんか一番盛り上がってく、せやねん。こうアナウンサーあるあるはそのドラマの中のテレビのなんかこうニュースキャスターとかニュースキャスターとか、うんうん、大正解。あですか、あ大正解、もう先生大正解。あ私も新宿野戦病院、え あ気づきましたよ。えすごい、顔ごと出てるんで。えごめんなさい、がっかりでしたね。じゃあ村瀬先生次は顔出してください。いやでもさ本当に緊張するよね。なんかナレーションとかもあるじゃない、うん、あの声だけ入れますみたいなのは録音ブースに人数少ないんだけど、うん、その顔出しとなるともうはいどうぞみたいな、うわ知らない大人めっちゃいてニュース読んでくださいみたいな、わーでもすっごいなんかその緊張感ってあんまないじゃないですか、うんうん、楽しそう。いや楽しいよ、めっちゃ楽しいんだけど、役者さんってこれで泣いたり笑ったり、まあ確かに怒ったり、うん、こんな見られながらと思いながら、泣けるのすごいよね。あの環境で入れるのがもう考えられないですよね。むしろでも泣いてはいたよ。もうなんか帰りたいって。帰りたい。痛いんだけど、ちょっと緊張で一旦逃げたいっていう。はい、ドラマ出たことは？もちろんないです。ま、私はお嫁くんで。ああそうだ。あれもえ顧問は？ないんですよ。顧問が呼ばれてない。顧問言っといた方がいいよ、どれかのカメラで言っといた方がいいよ。あの本当にドラマてかごめんなさい、ドラマもなんですけど、僕のもう夢は踊る大捜査線に出ることだったんです。何を言っとってだから、いやもう何を言っとって、黒井さんの映画が出たって決まった時にな、んかないかなってずっと思ってたら、いつの間にかもうポスターが流れてたら、もう終わったんだ。もうさ言っといた方がいいよ、もう何でもいいからまずデビューしちゃう、ね、何でもいいのでドラマにです。何です、ダメです、ダメです、あもうダメです、ね、これは何でもいいのでドラマに出させてください、お願いします。さ何でもいいのでって言われたら嫌だよ。そうなんですよね。そうですね、ちょっと愛がやっぱちゃんと指定していかないと、うん、そうか、もう謙虚にさ、もうじゃあ村瀬監督お願いします。出させてください。そこ踊るじゃないんだ。村瀬さん届いて、踊る終わっちゃった、ブレてるよ。わかんないよ、その室井慎司さんさ、あの、うん、今度は許されざる者、はい、あれがめっちゃヒットしてとか、まあ、今回でそもそも2部作です。そう2部作ですがめちゃめちゃヒットしたらやるかもしれないじゃん、うん、僕だって知ってます、あの普段冬の時に取材で使うジャケットがあの緑のちょっと持つコートみたいな、そうそうそう、あ確かに着てる、見たことある。えあれ踊るの青島さんに寄せたやつ使ってます。知らなかった。知りません。これ情報は、これ豆情報です。あー勝つのも、僕の冬の時お外のリポートはあの青島刑事と同じ服装。ごめんごめん、もう入ってこないわ。じゃあそれ見たらもうあなたが呼んでるニュースとか入ってこなくなっちゃう。ポカポカ終わって一途までのあの間のドラマ枠、なんか好きなドラマとか、あ名作って言われてるやつだみたいなやつやってるとちょっと嬉しい。先生かわいい。先生はですか、1年目から見て先輩勝つのはちょっとイメージ変わりました。変わった、はい、やっぱあとちっちゃい声で言うといいよ。めっちゃ好きしよ。もうドラマに恋してるから。いやでも確かにずっとさ、イリューとかやってたじゃん最近。ないですよ。見ちゃうよね。見ちゃう。見ちゃいますね。やっぱテレビ局ってさ、テレビがついてて仕事していいって最高の環境だよね。確かに。本当にそうっすね。まさしく。うん、楽しみだな、ドラマってやっぱ3ヶ月に1回の楽しみが来るじゃん。うん、確かに。え次のやつ見る？見たいです。なんかさ、あれよホームページ情報ね。想像で。大体表紙見ればわかりますよ。怖いよ、ね、もはや怖い。すみません、じゃあ月9から見る。じゃあ今回この嘘解きレトリック、
ね、漫画原作なんですね。そう、これは漫画原作、だからまあまあストーリーはある程度多分本質じゃずれないとはいえ、うん、結構もうちょっとこうなんか謎かけ風じゃないですけどちょっと謎ある感じじゃないですか。え、鈴鹿おじさんなんだ。そう、鈴鹿おじさんと松本穂香さんがいるんですけど、あの昭和初期が設定。昭和初期、衣装が楽しみです。待って待って、月9にしてはなんか珍しい衣装。すごい、これはでも7月。いや、昭和初期っていう設定の当時のファッションが楽しみなんです。なるほどね。これでも似てますよね。そうそうそう、ね、あ、すごい再現度。貧乏探偵と奇妙な能力者によるレトロミステリー。あ、いいな。どっちが貧乏探偵？ほのかさんいいですね。人の嘘を見聞き分けられるっていう、やだー、がある女の子で、あのさ、要はさ、嘘ついて生きていけないとこ聞き分けられちゃうからさ、人からしたら気味悪がられるじゃん。あ、確かに。でもその嘘見抜けたら一発で分かりません？謎解けません？でも優しい嘘とかも。嘘つきだって言ってですよね、はい、なんでその今まではちょっとその才能だったのに気色悪がられてたのが才能だねっつって認めてもらえて、もらって活躍する話です。へ、面白そう。越獣、あのカンテレさんは、カンテレさんもモンスター、モンスターなんかこれじゃないですか。これ結構そう、新人弁護士なんだけど、なになに、今顧問が気になっちゃって、これ何、リーガルハイですか？リーガルハイトゥースじゃないんですよね。トゥースじゃない、あ、リーガルエンターテインメントって書いてある。そう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 、なんか新人弁護士なんだけど、こう結構ゲームにおいて絶対勝つみたいな。うわー、ジェシーさん、うわー、ちょっと待って、古田新さん最高なんだけど。悪そうだよね、このいでたち。悪そうだよね。いいですね。いい、やっぱカンテレさんだ、ね、やっぱ下水上って。でもなんか色味がこんな感じが多いですよね。確かにね、ちょっと大人のね、大人の感じ、うん、でもそこが好きなの。ピザ見る、ピザ、あ、これ絶対面白いですね。はい、面白いです。はい、見ます。絶対面白い。はい、見ます。あーって、あと火曜くじ、ちょっと待って、いや、これもいいですね。反町隆史先生じゃないですか。はい、オクラです。いいな、これもいいな。何系のドラマですか？迷宮入り事件捜査、オクラ入りってことだよね。そうそう、オクラ入りだよ、うん、やだ。はい、これも見ます。これが火曜10時、はい、火曜9時です。あの、今回火曜9時がフジテレビ久しぶりにドラマになったんです。今までなかったっすね、だから久々、すごい久々、うん、そうか。で、お蔵入り寸前の未解決事件に反町隆史さんと杉野輔さんがダブル主演。うわ、いいな。はい、見ます。イケメン×イケメン、どうしよう。いいですね、もうそこで十分ですもんね。そう、もうまず絵で十分。杉野さん2クール連続、そう、マウントドクターからね。忙しい。人情深い昭和刑事とクールな令和刑事のデコボコバディ。掛け合いがどんな雰囲気になるか。あ、かっこいい。もともと反町さん演じる刑事は洞察力に長けて機転が利く有能な刑事でしたが、主君がきっかけでオクラに追いやられました。今は愚痴とぼやきが止まらずに、捜査に行ってくると外出してはお気に入りのパフェを食べながら、かわいい、喫茶店で適度にサボっています。パフェかける反町さんが見られます。ありがとうございます。反町隆史さんエピソードいいですか？はい、反町隆史さんはあのちょっとこれもドラマ現場にちょっとだけ出させてもらった時があって、でなんか私は立って待ってたんですよ、うん、自分の出番が来るまで、うん、で反町さんとかは座ってて、そしたら反町さんが椅子持ってきてってスタッフさんに頼んでくださって、私反町さんの横に反町さん椅子用意してくれて、あ、スタンドアップスタートの時、はい、ああ反町隆史さん、私、小泉孝太郎さん、滝痩せだね、はい、間なんだ、もう撮影よりも緊張しちゃう、ずっと。もう酸素薄い、こうなっちゃう、酸素薄くてびっくりするぐらい呼吸できなかった。じゃあ話すんですか？なんかそう、それがなんか本当に気遣ってくださって、なんか差し入れとか食べる、うわ、食べられない、名前入れられなかったですか？食べられない、そんな反町さんの前でももぐもぐできない、味なんてもしない、もう本当にしないしないし、もうっていうエピソードあります。見られますんで、ありがとうございます。お久しぶりです。杉野さんがさ、どっちなんだろうね。なんかさ、結構頼りない役もあるし、うん、そうですね。シャキッとしてるのもあるじゃん。あ、教場出てました。そうですよね。そう、でも頼りない役もすっごいハマりません。うん、結構すごい、うん。ロボット扱いされてますが、自らの正義に強いこだわりを持ってます。あれ、浩平くんって？
同期。あ、同期です。浩平さん。浩平くん作ってるよ。そうなんですね、頑張れ同期すごいどっかに応援頑張れ、確かになんか雰囲気似てるかもちょっと似てるよ ねちょっと似てて、しかもちょっと AI 扱いされてる、似てるか、ちょっと盛ったね、ちょっと盛った、盛り盛りですよでも浩平頑張れ火曜11時カドラ11スノードロップの初恋、あ、人を愛したことがない孤独な死神役で宮瀬りゅうびさん初主演、死神、そして小野花梨さんと織りなす明るく切ないラブストーリー、これが火曜11時、はい、あ、でもさ死神って言われてさ、ちょっとあのこれ褒め言葉としてわかるよね、なんかこう涼しい感じがさ、うん、確かにこう体温がちょっとない、そう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 、ない感じ、ちょっとなんか韓国ドラマを彷彿とさせる感じのさ、はいはいはい、うん、超楽しみ、どんな感じなんですかね、結構可愛らしい役もやる方じゃないですか、うんうん、だからクールに振り切ったの見てみたいですよね、あと結構小野花梨さん好きなんだよね、うん、なんかなんだろう、すごい自然体がすごい自然体っていうか、どれが本当の小野さんなんだろうって、もう毎回作品見るたびに思う、確かに全部本人そのまんまかなみたいな、でも違うんだろうね、なんかファンタジーが苦手っていうのが、いや、ありますよね、なわけって私はなんか思って、結構リアリストあ、じゃあリアリスト、なるほど、そんなあなたに捧げたい全領域異常解決、欲しい欲しい、待ってました、何ですかこれは、なんかさUFO とかさ、未確認生物とか信じちゃう、あるじゃない、なんかそっちは信じるんですか、そっちだって見たことあるもん、私 UFO、 私 UFO 見たことあるもん、飛行機じゃないですか、違う、まあ、あれはね、小学生の時に友達の家の前で遊んでたら、なんかうわっ、なんか飛行機がいるみたいな、でもずっと止まってたの、飛行機みたいなのいるよって言って見てたら、一瞬でね、ピューンって移動したの、流れ星じゃないですかそれ、違うよ、止まったんだもん、ピュンって止まったの、鳥じゃないですか、違うってピュンって移動して止まったの、私 UFO 見たことある、これ本当になんか虫じゃないですか、あーいって思うじゃないですか、2022年にアメリカ国防総省で実際に全領域異常解決室という組織が作られて、まあ、UFO とかも含んだ異常現象に政府レベルで対応するという新しい専門機関、ほらね、2022年、最近、これは本当の話、これ本当の話で、ほら、でそれをもとにそれが日本にあったらっていうのが今回、室長誰だと思いますか全領域異常解決室、うん、室長は藤原達也さんです、こんにちは、素晴らしいかも、そういうことか、そう、富士初主演なんだ、それは意外、意外だよね、でもなんか結構いろんな超常現象みたいなのとか神隠しとか、うん、そういうのが出て、いや、そういうの好きなの、はい、だって見たんだもん、私見てるから、あ、UFO ね、 UFO 見てるから、バディが広瀬アリスさん、あら、いい、ということでした、いい、いい、いい、ちなみに今募集してるの知ってる、え、何をした、全領域異常宣伝室メンバー大募集、え、な、何ですかそれは、この水準を盛り上げてくれる、異常に宣伝してくれる人を募集してて、うん、あ、出られるわけじゃないんだ、出られるわけではないんだね、急にテンション下げないでください、そこ2人ね、カツケンね、出られるのかな、ドラマグッズとかもいただけるんですが、セットツアーの招待です、それはすごいですね、すごい、出たい、クオカード10万円もらえます、セットツアーに行って、あ、エキストラとして君いいねってなったら出られる、確かに、いけ、いけ、いける、いける、チャンスかもしれない、え、何したらいいですか見てじゃあサイト個人的に、異常な熱量で宣伝してくれた人、異常な熱量で、いけ、いけ、いけ、地元、いけ、地元の商店街で大量のドラマポスター貼りますとか、校内放送しますとか、イットのお天気に紛れ込ませます、ちょっと待って、もうおいおい、もうさ、そうそう、ハーモニカ弾いてる場合じゃないんじゃない、ハーモニカじゃない、ピアニカ弾いてる場合じゃないんじゃない、もうとにかくもう空読みじゃなくて、あ、異常読み、異常やだし、信用ならねえ、異常読み、しかも月曜の段階で水曜の話するんでしょ、確かにそう、明後日なんですけど、明後日僕の見解によると、もういいやじゃないんだ、ストーリー毎日1投稿したら今日の異常って言って、確かに今日の異常ね、うん、やっぱさ、ストーリー1投稿じゃなくて、やっぱ異常だからさ、あの点々点々点々になるわけ、切り取りするみたいな、わかる、米粒みたいになんかトト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 ト
ちょっと一回やってみなよ。一回やってみますわ。アナ室ドラマ部代表で。代表で、うん、顧問でいいんですか。顧問です。顧問、今日から顧問です。そんなさ、飛び級みたいな感じで昇格する人いないよ。こっち仮入部から入ってんだから。仮からだったんだから、ね。この順番すごくないですか。年次順に行ってからの活気です。そうそう、顧問が一番端。そうそうそう。顧問みたいな格好してる。一番ですからね。一応放送前までだから9月25日までにもう始まってるじゃないですか。そうだよ、やんなきゃ、早く早く。うわ難しい。私 UFO 見たことあるからな。あの身の回りにある異常なことをさ、そのなりきってやればいいんじゃない。あーそういうことか。あの大島さんのジャケット着てあの踊るの僕の異常な愛。異常な愛、異常な愛。いいんですかね、他のドラマの引用して他の一応同じ警察組織の中でですね。まあ、何銃ですかそれ。水銃です。水銃か。木曜行きます。木曜待って、今日発表になったの見た。3人ポスターでさ、これ見た。見ました。今日発表になったのよ、私の宝物っていう木銃の、うん、要はタクランっていう、はい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 、違う人 の、はい、そう、子供を育ててもらうで、はい、旦那さんとその一晩過ごしてしまった相手と3人のポスターで、今日2人ね、ここが発表された。はい、あ、これもう出てる。今日出てる、今日出てる。ここ見たんだよね。見ました、私も見ました。誰、誰誰、ちょっとこれでさ、見て。シルエットで分かります。シルエットで、いやでも分かんないんだよ。分かんない、分かんない。コモンだもんね。コモンだけど主人公が大企業に勤めてバリバリ働いてたけど、子供が欲しいからって言って仕事を辞めました。で、旦那さんとの愛はすでに冷め切っており、モラハラまがいの厳しい言葉を受けるように、はい、外では理想の夫を演じて、家では辛く当たる。そんな中、苦しい時に必ず助けてくれるヒーローのような存在で、最愛の人と再会。ねえねえ、一夜を共にしてしまって彼らは子供を宿す。でも仕事を辞めた自分には離婚してシングルマザーになる道は残されておらず、もし真実を知られた場合は子供がどうなるかわからない。わかる。この子だけは必ず私が幸せにする。こういう現実味あるの好き。と悪女になる決断をします。悪女なんかありそうじゃん。ちなみに松本若菜さん主演で、外ではいい夫っていうのが結構最近でもそういうイメージ多いかも。だから結構気弱そうな役とか多いよね、夫の方は。なんか優しいとか。どっちがどっちか分かってないんで。あ、私もどっちがどっちか。そう、でもみんな多分その役がどっちなんですかっていう。まず俳優さんあげる？どうする？うん、もう俳優さん言いましょう。俳優さんは田中圭さん。田中圭さん。田中圭さんは？と、もう一人は深澤さんね。ああ。あ、どうぞ予想してください。田中圭さんがモラハラの。私もそう思う。夫が田中圭さんです。あ、深澤さんがヒーロー。へー。そう、しかもヒーローなんだけどね、確かね。え、深澤さんってコンクールドラマ出てないか。前春になったら出てたね。あー、そうだ。このもうさ、これいい、ね、ちょっとさ、ね、本当にどうしよう。全員やること書いてるのがいいんですよね。これ私一番楽しみ。深澤さんどんな感じなんだろうって気になる。想像つかないです。最近ノンストップでさ、ハウマッチ当ててるとか。いじられてる深澤さんしか見てないから。有吉の夏休みとかね。そうですね。高級時計買ってるイメージ。そう。その楽しみ話も。それを見てノンストップどういう気持ちで見ればいい。そう。これ見てからのハウマッチはもう見られん。わからんもう。わからんもう。わからんもう。でもやっぱこのプロデューサーさんがやっぱ昼顔をあなして、あなたがしてくれた。うわ、最高だ。ドラマ系。もう優勝。私も大好きなドラマです。そういうのが好きなんですね。こういう、はい、ドロドロ系。リアルなね。いやだってさ、ありそうだし、まあありそう。結局こういうのが一番さ、人の心を動かすじゃん。もう善人が少ない方がより面白い。わあ、少なければいい、少ない方がいいですよね。全然いいこと言いましたよね。全然いいこと言いました。もう私はそれです、うん、いかに各登場人物の闇が見えるかでハマり度合いが変わります。先生ありがとうございますと言っていただいて、そうなんです。人間なんかどうせ善人じゃないんだから、はい、あーオッケーオッケー、いいよ松崎、いいとこ出てるよ、いいとこ出てるよ。先生は、先生はもう完全懲悪分かれてる、この善と悪が分かれてる方がそうですね。でも善はもう善人なんですよ、あっていう方が好き。で最近ちょっと
か仕事で疲れてる時はやっぱ全員優しい人が出てるやつみたい。あまあ心によってやっぱ変わりますよね、うん、見たいドラマとかって週末とかの日コンクール全員多くないですか。そうねコンクールでもこう人間臭いなんかこう人には言えない本音がある感じのが結構好きで。わかります。あ、まあ裏がある、ね、まあ、闇とまでいかなくてもそれこそその海の始まりで夏くん実は本音がこんな感じでとかっていうのが見えた瞬間に、はいはい、そうそう言っとこって思っちゃう。わかる。それは誰も悪くないんだよねけど、はい、なんかちょっと悪く見えちゃったりするっていうのがね。で橋本ちゃん今回もこのヒーロー元同級生は、はい、自分の子供ができたって気づくんですか。一話見てください。まだ言えません。うわー早く見たい。結構怒涛な一話になりそうだ。怒涛な一話、うん、もうねこれいやそれがさもう超痛い超痛いけど言えない。え知ってるんですか。えこのあとちょっとだけ知ってるの何が起きるか。より見るよね。いつスタートでしたっけ。10月10月スタートです。10月何ですか。不倫してるってことは完全に善人じゃないですよ。そう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 。でもそれがいい。それなんてそんな純愛なんかないじゃん世の中松崎とこの後恋愛トークしますんで、はい、よかったらそちらもご覧ください。なかったかもしれないポリポリいやでも本当そうよ、うん、ね、人間なんてさ、うん、そうなんですよ。完璧な人間はないないよね。そう本当に思う、うん、一個宣伝していい。はい。ドラマライブ2024秋もやります。おすごい。そうなんです。ゆみさんは9月20日に生配信するの、うん、今回前回よりも出演者が増えるんですよね。出演者が増える。なんでよくご存知で。なんでその制作班と仲いいんでよくご存知で。今君台本あるみたいなでも私より情報持ってるそう。それはどこで生配信するんですか。 TVer。 おお。生の俳優さんの反応が。それすごい。なんで増えるの。今回多分出なかった、それこそカンタレさんとかのドラマで一部、うん、あの子の子供とかが確か出なかったんだけど、そのあたりとかもちょっと広めに呼ぶらしくて。ああなるほど。で、配信も前回は多分その結局大きなカメラで全体プラス各ドラマごとぐらいだったのが、うん、なんていうの、もっと詳細に。そう、ここでもう推しカメラみたいな使い、もうちっけも推しカメラがあるから、ここのドラマのこの俳優さんが見たい、じゃあここのチャンネルから入ろうっていうのができるってことですよね。なるほど。この人は X のアカウントでとか、あと質問も募集しているらしいから、ちょ先生、あの質問筆わかりました。ちょっと長めの。はい、あ長いと読まれないの。ちょっと煙たがられるかもしれないよ。長い長いこの質問。そう、そこはテレビマンとして。そうですね。簡潔に。簡潔に。そうそうそう。別に勝つのだからって言って読まないよ。簡潔に書いたらあれなんで。うん、ある程度やっぱ角度は入れつつ、うん、入れつつ短めに拾われる。どうする、なんかさ短く、わかりやすく、ペンネームどうする。ドラマ部顧問とかにしとく。あ、じゃあ、ああ、どうしましょうか。いいですね、そうしましょうかドラマ部顧問で、な X のアカウント作ってわかんないけどドラマ部の個性作る。あ、わかんない。どういう募集の仕方をするかわかんないけど、そうですね、名前出んのかな。名前でもだから質問に最後につけとけ。そう、うん、いやでもあれだよ、勝野くんだからって読むとは限らないよ、うん、そんな甘い世界じゃないですか。はい、一応何もなければ私司会するんですけど、質問読み上げるんですけど読まないですよ。へえ、また YouTube 潜入したいですね。何でも受け付けるんで YouTube 班はい、じゃあぜひそちらも見ていただいて。はい、だいぶ喋ったね。1時間だいぶ喋りましたよ。もう普通にさ、だらだらお菓子食べてドラマの話して思ったよね。大丈夫ですかね、これ編集大変なやつだ楽しいね、楽しいね、楽しい。またご飯食べましょう。そうしましょう、そうしましょう、うん、じゃあいいですか、もう、うん、いっか、いっか、うん、はい、またねまたねバイバイゆる